本日ついに日本プロ野球そしてメジャーリーグ日米同時開幕ということになりました。今回の対決サクサクセスはそれを記念して日米の大砲2人と戦っていこう。一人目は日本の大砲、筒香嘉智になりますな。まあ、この男、今やね、浜の4番であり、そして日本の4番でもありますから、まあ、日本を代表するパワーヒッターと言ってもいいでしょう。そしてアメリカの大砲は昨年大ブレイクのアーロン・ジャッジになりますね。今回はこの2人と対決して勝利できるように頑張るよ。じゃあまずはですね、昨年2017年のね、2人の選手。じゃあまずは筒香の能力から確認していこうかな。まあ去年の成績がこちらになりますので、まあ大体これくらいでしょうね。まあ2016年のね、ホームラン44本打った時と比べて、パープルでも能力は下がりましたが、それでもオートペナントで回せば、すごい成績残してきますからな。そしてジャッジの能力はこのようになってます。これ再現して作られたものになりますね。もうホームラン50本以上打ってる選手ですから、当然パワーはイスで、ほんでパワーヒッター、広角打法と、もう本当に、すごすぎる、やばすぎる、とんでもねえ怪物だ。この選手に勝つのはね、難しい。まあ、過去ね、どちらの選手にも対決してますが、勝ったことっていうのは記憶にないので、まあ、今回この2選手をぶっ倒せる、そういう選手をですね、サクサクセスで作っていきたいと思います。まずは1人目の選手を作っていきたいと思います。球団設定はソフトバンク。ここにはね、特殊能力持った選手が多いですから、まあ、そういう選手にいっぱい会いましょうよ。で、持ち込みアイテム、天才カードがあるんですが、これは次ね。次、まだ使わないよ。大丈夫博士の力を借りようと思います。博士登場カードに改造手術成功カード。この2枚でとんでもない化け物をいきなり作っちゃいましょう。レッツ対決サクサクセス。ステージ1-1、やっていこう。初期能力はこんな感じ。弱いが強くなれる。大丈夫だ。博士も出てくるだろうしね。ほんで、パネルもね、結構あるし、ガンダもいるんで。まずはガンダに会っておきたいんだけど、こいつ全力で逃げていくな。橋の端まで逃げやがったわ。クソ発達で。何くれる？守備力じゃない、パワーね。今回の対決のテーマ、もう見たらわかるだろ。名前聞いたらわかるだろ。筒香とジャッジ、パワーしかないんだよ。パワー以外いらないくらいのね、つもりでいかないと。まあでもジャッジはね、結構守備だったりも、足だったりも早いんでね、万能な選手ですから、まあそれ以外の力っていうのも手に入れていきたいけどね。いきなり体力多く使ったな、これも。下がるしね。こんな体力ステージ1からダメだよ。ここは温存していかないとダメだからね。んで赤パネルに囲まれてるこの環境最悪だね。どういう環境だよ。こんな環境なんか選手なんか絶対いいもんできないよ。さあガンダこっち来ないのね。ここで体力回復。ちなみに選手はホンダか。まあ無理して合わなくていいかな。まずはガンダに合わないと。赤パネル消滅。で、おいパネル輝き始めた。いいね。やる気パネルばっかだけどね。まあでもそのやる気を踏んで行かないとね。おえーす、これこれこれ、パワー強化カード、求めていたものをくれた。そしてホンダにも会えたよ。人気者、オラは人気者じゃねえよバカタレ。聞いたことないけどね。まあローカル的な人気があるんでしょうね。そういうものじゃなくて全国的なやつにちょっと人気者の特殊能力つけましょうよ。おかしいだろう。坂本とか柳田とかね、大谷とか、そういうものをつけるべきだと思うけどね。お次ステージ3。まあ、博士が出てきてカードを落とさなければ手術は必ず成功して能力爆上げとはなるけども、それまでにもね、ちゃんとして能力上げておかないとね、あの二人に並べる選手なんて作れないよ。うん、今んとこちょっとひどいっすね。まだミートパワー F だもんね。上げられなさすぎ。宝箱も上の方行くし、戦士かも。固め位置、うん、これはありがたい特殊能力だね。こういう打撃系特殊能力はいつでもウェルカム。オンで体力も超回復、これもウェルカム。で、野球偉人ね、特殊能力、空き打ち、おえー、パワーヒッター、必要な能力だからね。手に入れられたのは大きいっちゃ大きいが、まあ、もっともっと力を手に入れていかないとダメだけどね。ちょっとあまりにも能力が低すぎる。おえー、でもまたかゆく、おー、ついてるついてる。なんかもうそろそろ裏切られそうで怖いですけどね。あまりちょっと調子に乗らないように。ほら、カレンが来たよ、これ。あ、しまった。でも、あ、どうだろう、うまくはめれるかな。はめれるんちゃうか、これ。あ、いけたね。よしよしよし。で、特製ドリンクゲット。まあ、ゴール行った方が良かったかな。無視して。まあ、いいか。はい、このステージはこれで終わり。残る2ステージ。ほんで、博士は第5ステージに出てきますからね。それまでに最低限の能力上げておかないとな。今、まだ低い。あ、ちょっと待って。パネルを変えるステージがあるんで、これ今、補給かな。パワーにするのありだよね。まあ、ほんと、何度も言いますが、対決のテーマはパワーなんで、まずそこをね、ないと話にならないんで。
はい、これで青パネルが全部パワーパネルに変換可能なんですけども、こういう展開来るんですね。いやもうこれカレンの方特攻ですね、やるしかない。いやなんで逃げんねん。はい、青パネル消滅。はあ、はい、もうこれです、こういうモードです、このモード。はい、カレンははめれたが、がですよ、青パネルがないんだから。せっかくのパワーパネル増やすチャンスが台無しかい。もう最悪だ。内川いるんで内川に会っておかないと。あとこいつにもね、こう、うん、でミート7に内野安打丸いらないけどね、内野安打は。でまあとりあえず内川なんかくれ、逃げんな。ほんで焼きマンどこだ、橋の橋じゃねえか。これ一回シャッフル踏むわ。赤パネル消滅もハテナしか残ってないけどね、何もないパネルじゃないですか。何もない街だここは。うわ、野球マンどう来る。あー、こっち来たね。あー、で体力下がるんかい。結局野球マンに体力上げてもらってもプラマイゼロじゃねえかこれなら。あー、まあでも結構回復したね。まあもうこのステージは最後おにぎりパネル踏んで体力回復、して、で内川に会えたらいいんだけど、内川は俺から全力で離れていく。会いたいけどもう会わなくていいかな、体力無駄に使う。あー、でもこっち来てくれてんのか。もうどうしよう。あ、もうええわ、宝箱取って終わりにしよう。ここはで中身はパワー、ミートかい。パワーがなさすぎる。そこじゃない、内川頼む、俺と会ってくれ。逃げんな。いやもう逃げんなよ、本当に。流し打ちくれるのはありがたいけどね。はい、これで最終ステージ、まあカード落とさずここまで来れたんで、とりあえず博士の手術はここで落とさない限りは成功でしょうね。まず会えるかどうか分かんないけど、あんま近くにいるんで会えるね。よしよしよし。で宝箱も2つあるんでね、まず博士に会って、おーし、体力回復。 OKOK、 もう最終ステージはこれだけでいいよ。で博士、俺に力をお願いします。卑怯でも何でもないからね。うん、これはね正当な技術の上げ方ですから。どうだ、あい、当然成功。奇跡的でも何でもない、名医なんでね、失敗するわけないよ。そう、ダンドアップでもこれだからね、やっぱこれまでの能力が低すぎたよお前。まだまだ能力上げないとこんな本当話にならないからさ、まずはあの2つの宝箱ゲットしに行かないとね。カレンが出てきたのがちょっとね早いんだが、どう来る。まずそこの宝箱取らせろや。でも取れそうないね、バント丸なんていらねえ、お前がやれ。そんなのはね、俺そんな小技できる選手作ろうと思ってないから。いや一回シャッフル踏んだ方がいいな、ちょっとカレンいる位置が悪すぎる。おお、下に来た。でもこれは逆に俺にとってプラスだ。はい、体力回復、レッツゴー、イエース。まあそれはいいんだけどね。あいで宝箱も近くあるね。ただパワーパネルがないんだよね。宝箱の中身がパワー超人伝であることを祈るのみ。総力超人伝違うだろう。そんなものあったってしゃあないんだよ。ほんでパネルを変える系のやつもないんで、これもうパワーパネル出すためにはハテナパネル踏んだりするしかないわな。ミートに関しては A の84とあるのはいいんだけどね。え、何？あー、守備力と補給大したダメージはないわ。ほぼ似たような能力ですからね。でノリノリ、いや全然ノリノリになれるような環境ちゃうけどね。中身パワー、野球、うん、全体能力アップですね。それはいいが、万能な選手ではあるわな。ただあの二人のように桁外れな、波外れなパワーがないんだよこの選手には。なんか丸く収まっちゃってる感じするけどね。まあでももうパワーパネルもなければあれなんで、せめてミート S の90行きたいけどね、もう無理かな。残る体力5 1 2 3 4 5、あー、ですからもう肩力パネル踏んで終わるしかないですね。いやまあ強いっちゃ強いけどもね、全然求めてる選手の理想像とかけ離れた選手作っちゃったわ。他の動画でこれ作ったら俺今歓喜の踊りしてるよ本当ね。近所迷惑とか関係なく全裸で多分踊ってると思うわ。通報されても関係ねえレベルでね。ただね今回は違うんだよ、パワーという一番上げなきゃダメなところがね一番低いですから、これ肩力の次に低い能力なんでね。まあミートン会社 A の89ですからあるのはいいんですけど、その他ね特殊能力も盛りだくさんですから、まあ言っちゃいいんだけどね、あの二人と比べたらちょっとかすむ戦士だわな。まあ出来上がったものがこれなので、とりあえず一人目は完成ということになりますね。さあ次二人目の選手は広島で作っていきたいと思います。ここにもいっぱい特殊能力持った選手が多いですから、まあここで作るの正解です。ほんで先ほど言った通りここで天才カード、そして多くの特殊能力をまた得るためにチヤホヤカード、シンプルにこの2枚の組み合わせで最強の選手を次こそ作ってみせる、レッツ対決サクサクセスステージ1はやっていきます。
ていこう。おお、いきなりこれエルドレッドかな、いますね。で、天才カード、なんでよりにもよってパワーが一番低いんだよ。その他の能力高いのにね。いや、もう総力とか D いらねえからパワー D にしてほしかったわ。おかしいだろ、なんかほんと最後までテーマに合わない選手を作り続けるらしいね俺は。まあ、ここから上げていけばいいけどね。ちょっとなんかずれてんだよな、さっきから。まあ、いいか。まあ、とりあえずエルドレッドン会いたいが。体力いきなり回復、もったいねえ。上がらなくていいわ、お前、マックスな状態なのに。第左投手 C をゲットすることができたね。で、あそこにいる選手は、やべ。あー、無理して会わなくていいですね。で、ラッキートレジャーカード。これはありがたい。で、補給4アップ。で、パワーパネルも下にある、じゃあるんだけど、ここはもう体力温存で次のステージ行きましょう。あれはちょっと踏みに行けないわ。ある位置が悪すぎる。ラッキートレジャーカード手に入れたんでね、宝箱の中身がちょっとラッキーになりましたから、それでいい働きを期待したいね。なんで赤パネル左に偏ってんの。いや、でも逆にありがたいけどね、左に偏ってくれてるおかげで右はね、青パネル多いですから。で、ガンダーに会うことができたね。ヒーリングカード、これもありがたい。え、何、肩力と守備力が入れ替わった。まあもうこの際どうでもいいわ、それはね。いや、できればパワーと総力、ね、総力あたりが入れ替わってくれたら最高だったんですけど。み、あ、ミートだよ、もう違うっつっての。いらないもの、グレンジャーね、バカか、お前。強身対応の天使こっちは作ろうとしてんの、何してくれてんねん、お前、バカか、ほんとに。余計なことしないんだからね、もうほんと。全然理想とする選手できねえや、これね。もうどんだけパワーあってもミート対応なんですから、もうホームランも全然期待できる選手ではないと思うわ。いやー、これ強振対応つけることできねえかな。誰かが教えてくれるという可能性もあるかもしれないが。うーわー、もう本当にこれ作りたい、これ作りたいと思えばそれじゃない選手になっていってるね、だんだんね。さあ、お次ステージ3。ここはあー、結構パワーパネルあるんで、まずそれだな。ずっと F のまんまだよ。ガンダーがいるんでね。新井さん、初級丸くれた。さあ、ガンダーかも。何くれる？パワー強化カード、ありがとう。ガンダーは人が何を欲しているのかちゃんと理解している犬だね。犬だからこそね、誰よりもその空気感っていうの分かってますからね。犬飼ってる人は分かるでしょ。賢いですからね。いや、素晴らしいよ。あー、でどうしようかな。ここはまず宝箱優先的に取って、ので、中身は野球偉人伝、特殊能力内野安打丸、怪我しにくさ C、 それのみかい。いや、もうパワー系くれよ。で、赤パネルが青く輝き出す、そらいいや。で、気分が急に悪くなる、それはいらない。あー、でもここで体力9回復はありがたいですね。で、こっちにあるパワーパネルも踏んで、あー、だいぶ能力は高くなってきたが、それでもまだまだだな。ほんで体力もだいぶ使っちゃったし、残る2ステージでもっともっとバグ上げしないと。全然届いてない、勝てるラインにね。勝負にもならない。うわー、選手全部右に偏ってるね。なんで先からやたらと偏るの。まあいいんだけどね。会いに行きましょう。カモン、こっち来い。カレンは呼んでねえんだ。お前も右に来るんかい。なんか知らんけどみんな逃げるんだけど俺から。え、なんやねんこれ。みんな俺から離れていく。みんなバラバラなんですけど。あって、まず下鶴対左投手 B 手に入れたね。で、ペーニャ597で宝箱欲しいんだけど、これはどうしようかな。シャッフルパネルあるからね。カレンのいる位置も悪すぎる。これは一回踏むべきだね。で、どこに行く。カレンはそこ。あー、宝箱はこっちに出たからいいや。はい、青パネルが赤く輝き出す。あー、で、マイナスおにぎりパネルがあるからね、取りに行けない。出た出た、このパターン。もう一回踏みます。おい、で、カレンは下に来て、宝箱はそこ。まあ、取るっちゃ取れるかな。あー、ダメだ、ロックオンされた。体力回復もちょっと待て、こっち来んな、お前。ふざけんなよ、もう。いや、もう、取ったらぶっ飛ばされますから、もう次のステージ行くしかないですよね、こうなったら。まあ、賭けでカレンの方特攻するのもありだけどね。それで失敗したらアウトやけど。もうやるしかないですね。うん、一つの賭け。男にはギャンブルが必要だ。行きまーす。行けた。なんで逃げんねん。いや、もうわけわからん。悪魔の姿に変えてきやがった。いや、もうこれも特攻あるのみですね。彼の方行くしかないですから。はい、特攻です。行け行け。よーし、ギャンブル成功だよ。いいぞいいぞ、強い選手作るためには言ったろ、これが必要と。パワー超人で、よし、よし、 C の69まで一気に上げれた。まだいける。まだ勝てる。まだ勝てる可能性がある。選手かも。西川。走塁なんて、まあ、いらないことはないけども。もう次のステージですね。ラストステージでミートパワー両方 S まで上げましょう。行く行く行く。おい、青パネル天国、よーし、最終ステージでありがたいありがたい。ほんと、ちょっと待ってくれよ、これ。
待て、あのパネル転生、させるやつ、変換させるやつがあるんで、これ踏めば全部パワーになるわけですよね。やりますよね、当然ね。そうじゃないと勝てないんでね。は？青パネル天国ちゃうんかい？え、赤だらけになったけど一気にもうどんなステージなんだよ、ほんとに。アテナパネルでこんな展開いらねえ。まあ、とにかく今あるパワーパネルをすべて踏みましょう。で、ヤキーマンの登場。あー、近い。イエース、ヤキーマンにも会えたわ。ありがとう、ほんとに。救いの女神だね。もうこれ間違いなく S の100近くいける。え、いけるでしょ、間違いなくね。体力も温存できてるし。宝箱の中身、や、守備力。まあ、最低限の守備も大事っちゃ大事だけどね。そこじゃないんだよな。さあ、今あるパネルを全部踏んでいけば、ジャッジのパワーすらも超えるでしょうね。はい、S の100到達、イエース。でもこれ全部パワーパネルにしちゃったせいでもうね、やれることないんだよね。あとはもうゴール行くの正解じゃないですか。もしくはまあハテナパネル踏んでパネルを増やす、選手に会うっていうのもあるけどね。チャンス C ですね。チャンスに強いのは魅力的。なんかパネル増えろ。あ、おー、危ない。もうゴール行きましょう。はいはい、終了です。もう最後にこれだよ、本当に。離れた位置のハテナパネル踏まなくてよかったね。近くで助かったよ、本当。はい、出来上がった選手はこのようになります。特殊能力を多く手に入れるため広島でやったのにもかかわらずね、まあ対左投手 B とかはありますが、それ以外はしょぼいからね。うん、もうちょっと他に欲しかったですけどもね。まあ、やっぱ天才カード持ち込んだこともありですね。パワーは S の100に行くことができました。まあ、その他の能力もあるんでね、かなり万能な選手ができた。と言ってもいいんじゃないでしょうか。何度も言います。パワーがテーマの対決でね、ほんとパワーヒッター作れなかったら、ほんとクソダサいことになってましたので、まあこの能力マックスの選手作れたのはいいね。勝てるかどうかは今から見ていくんだ。じゃあ今からオートペラントで回して、日米の大砲と対決していくわけだが、今回の対決サクサクセス、いつもとは違います。まず、オートペラントで回す際は、ロッテに入れてですね、互いの選手を回していきたいと思います。で、回す際の起用法は、3番、4番固定でいきたいと思いますのでね。ジャッジと筒香の場合の時はですね、ジャッジを3番へ、そして筒香を4番にといった感じの起用法になります。いつもはね、個人の成績だけを見比べて勝敗を決めてますが、今回はチームの順位にも注目していきたいと思います。ね、二人の選手をね、クリーンアップに入れて回すわけですから、やっぱ能力の違いが出れば、チームの順位にも違いが出てくると思いますのでね。まあ、個人成績と、あとどっちのチームの方が強いのか、そこも見て、勝敗をね、公平に決めていくつもりだ。まずは僕の作った選手からですね、オートペナントで回していきたいと思います。まあ、能力はですね、ちょっとジャッジ筒香に劣る部分もあるかもしれんけども、自分の作った選手を信じて、そしてこの2選手がロッテの順位を上げてくれることを期待して、今からオートペナント回していきたいと思います。僕の作った選手たち、1年のシーズン開幕。僕の選手たちが率いる千葉ロッテマリーンズは、リーグ5位ですね。まあオートペナントで回せば毎回ドベのチームですからね。それと比べたらドベ回避できてるのはいいんだけど、そこまで強くなってるって感じでもないですね。いやー、どうなんだろうね。その中で僕の選手たちがどれだけの数字を残したのか。僕の選手たちがとんでもない成績残してても、他のやつが足引っ張ってたらダメですからね。もしかしたらその可能性もありますから、どういう成績なのか見ていきましょう。成績オープン、ダダダだだだん、どうだ。おお、2選手が3割以上打ってるじゃないか。やっぱ他のやつがクソやから野球ができへんって感じかな。じゃあまずは最初に作った方からね、成績確認していきたいと思います。打率は3割1分6厘ですね。まあ、もっと打ててもいいと思うんだけどね。ミートは A ですから。で、143試合に出場して573打数の181安打、2塁打が30本、3塁打は5本で、ホームラン12本。相手筒香、ジャッジだっつってんの、なんだよこのしょうもない数はね。で、打点74打点、得点圏打率は3割1分、出塁率は3割9分2厘、長打率は4割4分9厘で、 OPS8 割4分1厘という成績になりましたね。いや、もう物足りなさすぎます。やっぱね、パワーヒッター持っててもパワーの能力がそもそも低いですから、
や、これでパワーが BA やったら30本打って率も両立できる、そういう選手だったのかもしれないですけどね。ちょっと C の66は低すぎましたね。そして次は天才選手の方を見ていきたいと思います。打率はこっちの方が高いっていうね。3割1分9厘で143試合フル出場で548打数の175安打、2塁打41本3塁打3本でホームランは44本。いいですね、この対決にもってこいの選手ですよ。まあ、40弱打たないとね、ジャッジ筒香と同じ目線で対等には渡り合えないと思うんでね、この成績っていうのは素晴らしいですね。今のところ打点も140打点、えぐいだろこれ。なんだよお前、プロ野球の歴史に名を残したじゃねえか。これ歴代で見ていくと結構高い方ですよ。で、得点圏打率は3割1分9厘、本塁打率は 12.5 ですね。得点も107得点と多く絡んでますね。フォアボール75、そして併殺も4と少なくチャンス潰してない、だからあの打点なんだよね。で、出塁率は4割0分3厘、長打率は6割4分6厘で OPS は10割4分9厘という異次元すぎる成績を残してきましたね。いや、これぞ僕の求めていた選手なんですよ。ぜひとも一人目もこういう感じで作りたかったんですけどね。まあ理想は叶わず、そしてこれだけの選手がいて5位にしかなれないロッテ、弱えな本当に。いつも思うよ、さらに思うね今日は、いつも以上にね。本来この4番がいたらもっと強くなるはずだぜ。まあ、こっちだってね、まあちょっと対決には物足りないかもしれませんが、1選手として見たらかなりの成績ですからね。この2選手がいて5位にしかなれない球団って何なんだろうね。プロなのかな、プロじゃないような気がしますけどね。いや本当にすごすぎる成績を残してくれました。まあ勝てるかどうかは分かんねえけどな。さあ年間表彰式です。あの天才選手に至ってはね、打率も高いですから、これ三冠王ありえるかもしれませんよ。どうだ、まずはベスト9。あー、天才選手が取ってきましたね。ただ一人目は取れず。でゴールデングラブはあれですね、一人目の選手が取ってきました。そして個人タイトルは、うおー、すごいけど三冠王ではないわ、内川に阻止されたか。マジで惜しいなぁ。まあ、でも当然のごとく本塁打を打点を取ってきてますね。で、最多安打1人目が取ってますから、うん、作った選手2人ともタイトル受賞ということになりましたね。続いて、日米の大砲のジャッジと筒香。この2人をオートペナントで回していきましょう。起用法は先ほど言った通りね、ジャッジを3番で、筒香を DH で4番起用でいきたいと思いますのでね。いやもう、この2人が並んでいる、どういうことかわかるか、それだけで最強なんだよ。敵のピッチャーは足が震え、体も震え、なんかゲロとか吐き出し、なんか耳から変な液体とか流れる、そういうレベルですからね。俺なら逃げるね。荻野角中勝負して、ジャッジ筒香フォアボールで、その後ペーニャと勝負して、あんでまたそんな感じで回ってきたらジャッジ筒香敬遠でね、満塁でも敬遠するのが賢い、うん、多分そういう感じになると思います。まあこの2人が並んだことによってロッテは確実に強くなると思いますのでね。まあ個人成績もそうですが、ロッテがどういう順位になるのか、そこにも注目して見ていきましょう。日米の大砲1年のシーズン開幕。おお、優勝まではいかないにしても3位まで一気に上がってますね。そら当然か、あの2人がいるんだもんね。いきなりチームの順位に差が出ましたね。ジャッジと筒香が率いるロッテは3位まで駆け上がる。まあ、逆に言うとあの2人いてもまだ3位なんだね。通常のチームはあの2人加わったら確実に優勝できるぜ。まだ弱いね、これでもね。76勝61敗と。まあ、間違いなくこの3位にはあの2人の活躍っていうのが絡んでると思いますので、どういう成績を残したのか今から確認していきましょう。成績オープン、ダダダダダン、どうだ。おお、まずはジャッジから見ていこうかな。ほんで筒香も3割打ってますからね。僕の選手に続いて高野選手がね、3割打つ、全ての選手が打ちましたね。今回オートペナントで回した4人の選手がね。まあ打率なんてこのパワー対決に必要のない指標ですから。ジャッジの打率は3割1分3厘で136ゲームに出場して546打数の171安打、2塁打が32本で3塁打は3本でホームランは何本、ダン45か。いや、リアルなジャッジは52本打ってる選手ですから、これでもちょっと少なく感じちゃうね。怪物よ、もっと力出せたんちゃうか。まあ、リアルなジャッジが日本に来たら、もうそれは、それは、やばい。ボンズの記録超える勢いでホームラン打つと思うけどね。まあ、45本。
ちゃっかり打ってきましたね。やっぱこの対決には40本弱のホームランが必要ですわ。で、打点も121打点、当然のごとくね。得点圏打率2割9分9厘ですね。で、フォアボール82個で、併殺11で、盗塁が1、成功率は10割で、で、出塁率は4割ちょうど、長打率は6割3分で、OPS は当然のごとく10割3分0厘ということになりました。まあ、こんな3番バッターがいたら当然チームの順位も上がるわな。晩年最下位のチームも3位まで駆け上がれるよ。さあ、続いて筒香ですね。筒香も3割打って3割0分2厘。ほんで143ゲーム、フル出場での540打数の163安打。2塁打が31本、3塁打が0で、本塁打は36本ですね。日本の大砲も負けてないよ。30本超えてきましたね。で、打点も124打点。互いの選手が100打点を打つっていうね。120打点超えてますから。二人で240点以上稼いでるからね。もう化け物じゃねえか。出塁率は4割0分5厘。長打率は5割5分9厘で、OPS は9割6分4厘。まあ、ジャッジと並んで OPS10 割5位はいかなくても、この OPS かなり優秀ですね。そしてタイトル何を取ったんだ？いろいろと独占しそうな感じあるけどね。まずベストナインから、あえい、両方取ってきましたね。外野手、そして DH で、ベストナイン。ゴールデングラブに関してもジャッジが取ってますからね。まあ、このジャッジといえばね、去年のポストシーズンでマー君が投げた試合でね、ホームランボールを取るという好プレーもありましたから、守備も結構いい選手なんですよ。んで、MVP は柳田なのか。まあ、ロッテ優勝できてないからね。まあ、でも優勝してたら間違いなくジャッジだったと思うけどね。でジャッジは本塁打王、打点王は筒香と分け与えた感じですね。でもそれが取れたタイトルがない。取れたタイトルはちょっと少なく感じちゃいますね。もうすごい成績残してたんで、なんかいろいろと独占してもおかしくなかったんですけどね。いやー、今回はね、とんでもない選手同士の対決になりましたよ。すごかった。驚きの連発でしたが、今からですね、その驚いた数字を見比べてですね、勝敗の方も決めていきたいと思います。じゃあまずは個人成績からね、見比べていきましょうかね。僕の選手たちの成績はこちらになります。そして日米の大砲ジャッジと筒香の成績はこちらだ。こうやってね、成績を見比べてみたらわかりますけども、やはり僕が最初に作った選手の成績の低さがね、目立ちますよね。この対決の輪の中に入れてないもんね、一人だけ。レベルが違いますわ。でもですね、僕が作った二人目の天才選手に関しては、この4人の中で一番 OPS が高いですからね、ジャッジすらも超えてるので、ですから、まあ、そこはいいんですけども、今回はね、一人一人の対決じゃない、二人と二人の対決なので、まあ、そうやってね、クリーンナップのバランスで見たらね、断然にこれ、ジャッジと、そして筒香の、ね、成績の方がいいですから、やっぱりちょっと一人目のあの能力の低さ、成績の低さっていうのが、この対決のあだになりそうですね。そして今回の対決のテーマでもあったチーム成績っていうのも比較していきましょう。こちら上が僕の時、下がジャッジと筒香の時ですね。またこれチームの差にも大きく出てますから、順位は5位と3位。まあこの時点で差があるよね。でまあ勝利数、勝率などで見ていっても5割と4割ですからね。で、これチームの野手成績にもね、かなり、差が出てますよ。打率からしてもそうだし、得点数もね。80点以上の差があって、安打数でもそう。ほんで、本塁打でも、そうなんですよね。50本近く、まあ、以上の差があるのでね、まあ、こうやってチーム成績、そして、個人の成績見比べたらですね、まあ、必然と答えは一つ出てくるんじゃないでしょうかね。実況36回目、日米の大砲、ジャッジと筒香、この二人と対決してみました。結果は、ジャッジ&筒香の日米の大砲の勝ちということでよろしいでしょうね。まあ、先ほどから言ってる通りですね、やっぱその3、4番としてのバランスっていうのもね、このジャッジと筒香の日米コンビの方が優れてるし、何よりもやっぱチームの差が大きくこうやって出てる以上ですね、数字が全てを示してます。出てる数字が全てです。これで俺の勝ちっつったら、俺は頭のおかしい人になりますから。リアルガチに頭おかしい人じゃないからね。俺はどっちかといえばそんなおかしくない方に属してる側の人間ですから。
から、まあ、今回の対決はですね、見事に敗北と言ってもいいでしょうね。はい、じゃあ今回の動画はこれにて終わりにしたいと思います。動画の冒頭でも言った通り、今回は日米同時開幕を記念して、日米の大砲筒香ジャッジに挑んでみましたが、ご覧いただいた通りの展開になったわけだ。でもね、ほんとこの二人にはかなりの注目が今季集まってると思います。筒香に関してはやっぱ2016年の時のような成績を出してほしいというファンが多いでしょう。ね、そして筒香自身もフォームを今季は変えましたからね。まあ、あのフォームにしたことによってどういう成績になるのか、ピーマンもね、かなり注目してますから。あと、ジャッジですね。ジャッジ去年ブレイクですけど、結果を残したのは去年のみですからね。やっぱプロ一流って言われてる選手はですね、3年と続けられるやつが一流って言われてるので、まあ、そのジャッジが2年続けて去年のような成績を出せるか、それとも去年以上の成績を出せるか、そして何よりもね、あのマーリンズのスタントンがですね、ヤンキースに加入したことによって、ジャッジとスタントン、あの巨体の怪物2人が並んでいる、そういう絵を今季のヤンキースで見れるわけですからね。まあ、メジャーリーグに興味ない人もぜひね、一度見てください。やばいと思うよ。日本では絶対見られないスケールの選手2人が並んでますからね。ぜひとも注目して、メジャーリーグ、そして日本プロ野球、見てみてはいかがでしょうか。次回の動画では別の選手に挑み、まあ、勝っていけるようにね、していきたいと思いますので、お楽しみに。グググググバイ、またボブ。